皆さんこんにちは。こんにちは。常日頃から趣味はないと公言しているのですが、実はこんな趣味がありました。趣味パ。私カイト出てからですね、日々このパーティーで挑んでおります。HP が1万9000ほどしかないパーティーで、はい、強い敵には軽くバンバンされてしまうというパーティーでございますが、これぐらいのかっこいいパーティー、かっこいいよね。難易度が最適、うん、これでなんと試運転。ゴッドラッシュ。試運転ではない、これは本番だ。繰り返す。今なんか突然呼ばれて座ったけれども、繰り返す、これは試運転ではない、これは本番だ。ゴッドラッシュな、どういうこと。繰り返す、これは試運転ではない、本番だ。まずまあこれは繰り返す、これは試運転ではない。あ、いいですね。ナイス、いいスタート。なんでこんなに混み合っとんの。ボスまでは行きたいですね。ボスまで行けるんじゃないですかね。あ、消さないでくださいよ。消えてなくないですか。まあ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 、おお、まあ悪くないよ、悪くないよ。回復力がね、足りないの、このパーティー。今3コ消してしましたよね。うん、3コンボぐらいしてたと思う。これ次また来るよね。いや来なかったっけ。次は大地の恵みのあれ、回復ドロップに変換するやつなんで1万3000くらいあるんで、これ回復しないと。あ、あれ俺いや、倒せないよ。はい、もっと変えてよ。ダースグラフィックなんで回復を消さないようにいきます。消えてんな、はい、消しちゃったし。消えてんだよな。はい、いや、これもう皆さん、私もね、自覚してるんです。これ村さん、何、あ、九州終わってるんで火を5個、任せろ、つなげましょう。不安なんで回復もお願いします。5個、いい落とし、ドーン。これね、抜いたと思いますけどね。うん、50万出てるんで、よし、はい、ここですよ。この次が先制で2万2000ですからね。キルはあと何ターンですかね。1、ゴン使いますかね。クラピカあと何ターンですか。ゴン使いますか。ターン数2、ゴン使っちゃう。もうここは、次ディオスなんで、ヒソカ使って抜きたいんで、攻撃食らいたくないんですよね。わかる。ただサイレントワルツで闇が多めであれば、もうその瞬間ヒソカを使って抜くっていうのはどうやろ。まあ、2ターン見ちゃう、面倒。まあこれ闇が5個あれば抜けると思うんですよ、僕は。じゃあゴンで、はい、で、その抜けなかってダメージ食らっちゃったらワルツ使えばいいと思うんですよね、回復が出るから。はい、ジャダンキングで、ここは普通にコンボ、普通にコンボでいいんです。で、闇はまあ取っといてもいいかなと思うんですけど、あと威嚇っていうか、キルアはあのデブメタですよね、あが出た時用に取っときたい。せやな、せやな。クラピカは最後に取っておきたいっていう感じですかね。結構ここは闇を5個呼び寄せれば行くぞ。はい、はい、闇来ましたね。来た、慌てなかった。これね、はい、闇以外でこんだけ削れるんで。薄っぺらな嘘、違う、ドッキリテクスチャー。はい、これ色だけ気をつけてください。
8あるんで5、3組めるっちゃ組めるんですけど、多分5だけで間に合うと思いますよ、うん、なんで色だけちょっと決め忘れないような左端5ですかね。左端の5が一番分かりやすいかしら。繋がんないようにやるよ。ちょっと緊張してきた、うん、いきます。いい、いい、サンキュー。これでゼウスジオスの先生を入るよな。これ何パーゲン、わからん、わからん、知らない。ドッキリテクスチャー何パーゲンか知らない。耐えた。はい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 。あ、でこれももういけます。もう闇5個あるんで、もう闇5個消していきましょう。大丈夫です。これ次最初のターンは99ターン状態順無効なんで、いけます。あー、そうか、次攻撃は食らわないんだ、はい、よし。なんだミックス、いつになく、いやもうかっこいいじゃないか。ゴッドラッシュはね、もうさささって割れちゃうんで。マジで、もうゴッドラッシュの鬼でって言われてないです。はい、行きましょう。これ闇ここから斜めで決めていきたい。そうですね、かっこいいよね。あ、なるほど、火を落としにして、そう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 、それかっこいいですね。やってみようかな。失敗したらどうしようかな。失敗したら闇を一番下から上まで持ってこないといけないですからね。大丈夫、はい、失敗したら大混乱、はい、参ります。せーの、きたきた。闇を一番上に、一番下からも、一番下、あ、そうそうそう、はいはいはい、回復、あれ来たんじゃない。回復もピンときたかったですね、これ。どうどうどう、これから、これもう一個闇欲しかったなぁ。そしたらもういけてた可能性あるな。残り多分70万ぐらいですね。70万ぐらいなんで、まあ多分4個消しすれば抜けますね。マジで、はい、これ40万ぐらい、え、70万ぐらいで、カイトとキルアと、あ、カイト2体とキルアで20万ずつ出せば足りるんですよ。いける？4個消しで大丈夫？いけないかな。いや、いけると思うんですけどね。でもいけなかったらこれジュピタージェネシスでしょ。はい、で、最後のボス、まあそうか、あ、使いますか、カイト、いや、サイレントワルツ、サイレントワルツ、あ、サイレントワルツ使いますか。最後ゼウス、状態上向こう使わないんでクラピカのターンで倒せると思うんですよ。でもあと4だぞ、待てるか。いや、大丈夫大丈夫です。マジ？おそらく。じゃあサイレントワルツ、うん、まあまあ使いましょう。サイレントワルツ発動、使いましょう。ここは来た、ちょっと不安、せっかくここまで来たんで勝ちたいよな。勝ちたい、我々らしくないけど勝ちたいよな。光がらしくない、なんかいつも全勝ですよ。全勝、あ、全勝だっけ、忘れてた。もう上昇軍団だった。もうマックス村井、もうマックス村井チャンネル上がる動画はもう、もう負けてないやつ、僕らはもう勝ち続けてます。そうかそうかそうか、負けてないじゃん、もう。そうかそうか、我々は勝ち続けていたから。何を言ってるんですか、もう。気づいてなかった。いくぞ。はい、うん、まあここはまあ、闇5個さえ決めれれば。で、勝った。闇5個ある、まあ、誰が来るかですね。デブメタ来てほしい。デブメタ、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 一番来てほしくなかったですね。 HP590 万だな、はい。最初のターンは、毒変換してくるんで、とりあえず殴りましょう。ダメージはでかい、ないです。ないんだ、はい。じゃあとりあえず殴る、参ります。いくぞ。ここか、キルアは、デブメタ用に取っておいたので使っていいです。どうしようか。クラピカあと3ターンですよね。1か1なんで、どうします。
フラピカ、あとカイ、あのキルアとカイトも使っちゃいますか。使うか。ちなみに村井さんのカイトは何ターンですか。5もないか、9か。あれ 9？ これでもスキルマのカイトだ。そうか。次がもう容赦しねえ。最後5ターンあるんで、あ、この人5ターンはあんの。いや、クラピカ使ったら5ターンの間に600万、毎回100万ずつは出せると思うんですよね。まあ、5ターンあれば600万いけますよね。いけると思う。5ターンあればいける。大丈夫、いける。安心してくれ。ですよね。途中半分になったら光になるんで大丈夫、安心してくれます。まあ、これキルはカイトでもう逆に沈めてやりましょうか。なる神。サイレントです。ここはまあキルはね置いていても仕方ない。使っていきましょう。ああ、なるほど。ちょうど5個ですね。行きます。行くぞ。ここから行きます。前。うわ、ああ、カメラ組みたかった。ラッキー。あ、5回すまん、今パズルだと見せない。すがっ。おお、いや、大丈夫です、ここ大丈夫です、全然大丈夫です。マジか。はい、いくぞ。ここから行って闇をくるんとって一列、火を一列。違うか。できれば光も5個欲しいですね。できれば、まあ、下で一番左端で5個かな。上の方で闇5個。そうですね、下でハート。でも木も5個いきたいな。一番左で光、一番下で光ですかね、僕だったら。なるほどなるほど。右下のハートから始まって上行ってこうくるんってやれば、ああそうなんです、ね、木と火と光があそこで組めるんで、左の2個とか下に持っていけば5個になります。これ回復しといても負ける？あ、で回復いらないか。いや、どうせクラピカ使うんで。ここ、これ飛ばせないか、飛ばせるかな。木の5個消しも作りたいよな。いや、あーまあそうか。ゴンが。いや、ゴンさんもこれ木4つ消しでもいい。いや、まあ5個消しの方がいいですけど、マストはまず闇5。そうやな。で、まあ、そうだね、闇語で木優先した方がいいですね。木5を優先した方がいいんですけど、下に光を組んだら木5個難しいですね。一番下に木作らないと難しいんで、右上の木を持って一番上に闇を組んでとかってやんないと、ちょっと5個木つなげるの難しいですね。むずいな。でもやってみようかな。はい、まず闇は5個お願いします。ここから結局行こうかな。まあどういう形で5個でもいいんで。 OK、 行きまーす。いい来てる。来たー、来たよ。勝ったんじゃね、このパーティーで。まさか。行きましょう。行くぞ。ジャッジメントチェーン。はい、ここはお邪魔ドロップを使ってくるんで、まあ一旦一回耐えてからってのもあるって言ったんですけど、いや、お邪魔使われたら結局倍率出ない可能性があるんで、ここは参ります。どっちにしても倍率出ない。いくぞ。はい、いや、出る。光こそハートあるから倍率出る。いきます。倍率出た。よし。いや、5コンボ吸収なんですよ。大丈夫です、まだ4ターンあります。まず半分にできればもうこっちの勝ちなんで、半分にしましょう。
ハート、闇、1、2、3、4、5、よし。ハート、闇5個、上で、水、木、光。いきます。はい。ここから。3、4、5コンボ吸収だっけ。やっちゃった。6コンボ必要なんだ。6コンボ吸収な。6コンボ吸収な。6コンボじゃないと吸収な。村井さんの書いたらあと何番？ 4。 6コンボ吸収な。4。6コンボね。6コンボ多いな。4ってことは、うん、あと3じゃないですか。うん、なんで半分ギリギリまで削って、半分ギリギリまで削って一回受けてゴンさん使ってコンボしてカイトさん復活するんでワンパン半分から。すごいシナリオだな。これ神タイプいないですもんね。いない。スーパーノバは多分もう結構減らさないと使ってこないんで一発は耐えれます。このパーティーちくしょー、こんなところまで来てさ、私のパズルミスで終わらせたくねえぜ。ここ消しするとコンボが足りないんで、足りないとか難しいんですよね。時間かかる。6コンボくらいな。何もない時であれば適当に組むんだけどな。意識しちゃうと、意識しちゃうと途端に組めなくなるよな。左盤面から上から順番にキーハーと火下で水で4コンボ、端で闇組んで水、水は2つ分化しないと6コンボいかないですよ。うん、はい、いきます。はい、オッケー、やっと入った。いいっすね。結構いったな。これ半分超えるとやばいね。いや、半分超えたら神バインドなんですけど神いないっすよね。だから通常攻撃が来るのか。通常攻撃か、あのお邪魔変換ですね。神いないっすね。神はいない。はいはい、神などいない。神などいない。これ普通に倍率組んで、まあ、半分になるか半分ぐらいに近づくんでそこで一発食らいましょう。なんで普通にあの万国消しってよりはコンボ、コンボを見ましょう。光で、結構なんかいろいろむずいな、むずいな。光、火、水、消すもんじゃねえぞ。光くんで、多分最大が7とかだと思うんですよね。7組める自信はないわ。闇からスタート。結構、いや、なんでがっつり組まないと6届かない可能性があるっていう。で、回復しちゃう。あと2か。光組んで下で火、その次に水。まあ、あ、分かりました、アンダイさん。なんだこのターン、聖地、聖地もありだと思います。2ターンなんで、まあ、食らってゴンさん、カイトっていう流れは一応できてるんで聖地もありかなって今思いました。結局ここで 50% 近くいったら次のターン攻撃しなくていいんで、どっち取るかっていうと思うんですけど、どっちのパターンもちょっと怖いな。ここまでミックスかな。
勝てる可能性があると言ってくれて、実際そこまで来てるからな。光多いんで整地するってなると結構難しいですね。ここから行こうかな、逆に。この水をね、持ってきたいんだよね。むしろここに木から行こうかな。真ん中のこの水からスタートして、うんうん、あの火を上に行って火を一列にするんですよ。火を一列に、一列か、横に、横にして、はいはい、左から光を2個と木を2個して落としにすると。あー、なるほど、そういうことね、うん、そうするとそこでもう3コンボなんですよ。で、上で闇作って、4コンボ、はいはいはい、右端で光作って、5コンボ、で水を組む、水を組む、それありだな。水から上行ったら光が下に来るんで、多分左に光寄せやすいと思うんですよ、ね、それで行こうか、それで行きます、ナイス、参る。どうです、闇組んで、水ですね、あとこれで行けた、落としだ。震えた、震えた、鳥肌が今ね、最後の最後ね、ギリギリで見えた。いや、完璧、完璧です。ここで、いや、これね、ドッキリテクスチャーそうっすね。待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、あと2ターン、あと2ターンなんですけど、薄っぺらな嘘じゃないよ、はいはい、ドッキリテクスチャー発動。これね、これ一つだけいいっすか。何これ、闇5個あるんで抜けます、決めれば。待って、ただ、抜けなかった時に回復されるか、コンボを見せるか、回復されるか、ちょい残しでスーパーノバでやられるか、どっちか。ダメ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 、やめよ、じゃじゃんけんしよう、じゃじゃんけん。ただカイト使った後に6コンボ組めるかっていう問題と、闇が5個あるかっていう問題もあります。じゃあ設置、設置、これ設置しますよ。設置、あ、これ設置するとお邪魔に変換されますね。何色が変換される、わかんないです、ランダムです。じゃあカイトくそ、結構難しいですね、判断が。これどうしますかね。受ける、まあ、受けてボンさん、カイトが安牌っちゃ安牌ですよね。安牌でいく、はい、だから1コンボだけする。1コンボしてください。もうこれカイト使うので何でもいいです。はい、 OK です。で、ボンさん、じゃじゃんけん、グー、あ、てかお邪魔、お邪魔なってない、通常かお邪魔のどっちかなんで、お邪魔なんなかった。これ超もういけますよ、あと2ターンかけて。これ次ミスっても書いてあります。だから、あの6コンボを決めればいいです。5個消し意識せずに、通常攻撃のことも考えて成立するからですね。な爪が甘い。マジで成立すればよかったな。上で木作ってハートで木、右上で木、下で闇、木、闇、こっち側で水、落とし、ハート、光、キー、闇、水、ハート、光、下で闇は頑張れるかな。下で闇いけないな、ハートかな。ここの闇からスタートしようかな。くるくる、ハート1列、こっちずれて水、落とし、光、落とし、3コンボ。あ、そうですね、そうですね、そうですね。火はもう無視していいですか。火は無視。で、木は、1個余るんで、1個も無視していいですから。で、下で闇作って4コンボ。で、ハートと、うん、ハートをこっち走り作って、木作って。いけそうだな。いきます。前。あ、やばくないこれ。最大決めましたね。
これでもう半分ぐらい持っていっちゃいます。ぐっしゃあ行きましょうぜ。行きましょう。もう待てえな。待ちいな。あざ待ちいな。あざ待ちいな。カイト使わなくてもよくねえか。そこに気づくとは。だから闇2つ、さっき闇2つで同じくらい削れたんで、まあ、5個消ししたいっす。いや、5個消ししたいな。5個消しはする。まあ、この盤面で5個消しできるんであれば全然いいです。ゴンの下の火からスタートして、上でハート作って、作ってますね。で、今度その横に光で3個、光で1コンボ作って。一番上ですか？一番上。ハート、光、で、その次に闇。闇。はい、3コンボ。で、火を右端と左端で2コンボ、はいはいはい、だから5コンボで水を1コンボ。そうですね。そうですね。ただその光を上に上げる時間ですよね。と下から闇を持っていく。そうですね。多分、うん、それで言うと闇を組んだ後に左から組んだ方がいいですね。左の火を組んだ後に右で足で火を組んだ後だと右に水が寄ってるんで水組みやすいです、ね、まずは左で水ぐるっと回復いきます。で回復いってもういきなり左で光火を組もうか。そうですね。で上行って光組んで闇組んで闇をどう組むかですね。まあやらざるを得ない。行きましょう。カイトは使わず使わない。五個消しをお願いします。いきます。参る。行くぞ。はい、オッケー。水2345しゃったいったんじゃないか。いったリオナリーね。いった。嘘でしょ。このパーティーやだよ。いけますよ。嘘だろ。びっくり。改めてパーティー見ましょう。改めて皆さん、今行ったパーティーこれです。今なんか降臨ぐらいのこの。すげえな。震えましたね。いや、勝てると思ってないよ。しかもこのパーティーだよ。しかも2体はレベルマックスになってない。なってない。しかもひそかとこのスキルレベル1だよ。プラスの総量フレンドの回とか297でプラスの総量300。スキルレベル1位2人いて、ようこんなんで勝てたな。信じられん。最後ラスト2回分ぐらいのパズル相当降臨ぐらいに乗ってましたね。いや結構キレッキレだった。珍しく切れた。ちょ鳥肌の方が。あ、鳥肌立ってる。いやー皆さんちょっとね正直自分でもうびっくりしております。ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。